登山家で山岳カメラマンの平井で和也さん、45、と中島健郎さん、39、がパキスタンカラコルム山脈の形通、標高8611メートルで滑落した遭難で、二人が所属する登山用品販売会社、石井スポーツは22日、事故に関する最終の報告をホームページに掲載した。両名の活躍を称、タタ、L として、追悼。 お示すコメントを発表し、二人は亡くなったとの見解を示した。画像、平室さんと中島さんが遭難前に日本に送ったメッセージ同社によると、K2 性壁の未踏ルートを投範。投範していた二人は7月27日、標高7500メートル地点からさらに上部への偵察に出かけた。同日午前7時、約7550メートルの地点から、 氷と共に滑落した様子を撮影スタッフが目視で確認したという。日本の留守本部には、1000メートル以上滑落、ABC、全身キャンプ、より見えるが動かない、という連絡が入った。K2 にいた別の登山隊の隊長がヘリコプターに乗って上空から状況を確認し2人はロープで繋がって、約6300メートルにいる。生死は確認できないと報告した。 現場にヘリは着陸できず、地上からも近づけない状況だった。このため7月30日に救助を断念していた。登山界に大きな鉱石滑落を目撃した撮影スタッフは、標高5700メートルの ABC からカメラのレンズや双眼鏡で行動を追跡していた。二人は互いにロープで結び合ったまま行動し、雪上をラッセル、雪かき、しながら斜面をトラバースしていた。 偵察に向かっていた第二バンドの下には、ブルーアイス、青い氷の塊、があるように見えたという。また、報告には二人のルートを赤い線で記した写真も掲載した。それによると、二人は斜面に雪がついている、雪田を抜け、岸壁が露出している第二バンドのすぐ下から滑落したという。同社は発表したコメントで二人について、数々の未踏ルートにチャレンジし、 世界の登山界に大きな功績を残していると紹介した上で、い、のした功績はこれからも指針となり続けますとしている。世界最強、アルパインクライマー平出さんと中島さんは、世界最強、とも評されるアルパインクライマー。少人数で荷物を軽量化してスピーディーに行動する、アルパインスタイルで、二人で数々の高峰の未踏ルートを登ってきた。 2017年にはパキスタンのシスパーレ、7611メートル、北東壁、19年にはラカポシ、7788メートル、南壁の新ルートを踏破した。こうした功績で、登山会のアカデミー賞と言われるフランスのピオレ・ドールを平出さんは日本人最多となる3回、中島さんも2回受賞している。また、二人とも山岳カメラマンとしても活動を。 中島さんは日本テレビ系、世界の果てまでいってのタレントの登山のサポートをはじめテレビ番組の企画に協力するなど、幅広く活躍していた。吉沢達彦。